どうもビタです。パーソナルやっていきたいと思います。はい、本日はついにバルセロナコラボ復刻、そして、別バージョンで出てきましたね。このキャラたちがすごい強いという噂です。まあ自分もね、今回はガチャ引きます。で、いい感じに PSR 当てれたら追おうかなと、50ぐらいまで追おうかなと思っております。はい、メッシ、スワレス、コーチーニョ、ラクティッチ、ウンティティ。で、自分的に欲しいのが、ラクティッチ、そして、スアレス。この二つが欲しいです。正直ね、メッシ、強いのは強いんですよ。強いのは強いんですけども、なんて言うんだろうな。普通バージョンで50持ってるんでいいっていうのと、最近テクニックってそこまで優遇されてないんですよね。もう最近やっぱり自分的に楽しいのが、やっぱオフェンス固め。オフェンス固めがやっぱり自分の中で楽しいので、ラクティッチ、そしてスアレス、この2つもしね PSR 当てることができましたらワンチャン追ってもいいのかなと思ったりしております。まあ他のキャラでもね、もしかしたら追いガチャまではするかもしれませんが、まあある程度引いていこうかなと思っております。で、ラクティッチにはレジスター、そしてウンティティには守備職人と、かなり強そうな金徳来ております。さあ、うまいこと当てていきたいです。そしてね、多分バルサーのキャラなんでやる気ボナはないと思うんで、今回は、そういう面では狙わないかな。もしやる気ボナのキャラがいましたら、それも50でもいいのかな、狙ってもいいのかなと思います。で、一応こちら、近日スタートだからあれか、終わったか。で、一応コラボガチャが来ましたね。で、毎日1回無料と、1ヶ月間、11月6日から、12月7日まで、1ヶ月、毎日無料です。しっかりと引きましょうね。ピックアップではないんでね。まあ、あれなんですけども、一応このキャラたちも出るという形になっております。で、これか。CM 放送記念。ちょっとね、まだ自分、CM どのようなものなのか分かってないんですけども、CM、放送記念で10連ガチャが1回無料。っていうのが、4回あるんですよ。なのでパワサカ、やってない方でね、自分の、この動画見ていただいている方いると思います。今です。始めるなら今です。絶対今だと思います。なので皆さん、一緒に、自分と一緒にパワサカ楽しんでみませんか。はい、一緒にやりましょう。まあ初心者ね、初心者向けの動画もいろいろ出しておりますので、そちらの動画もね、参考にしていただければなと思います。で、そして今回ね、すごい多いんですよね。サクセス応援福袋ガチャ。こちらの方が、厳選10キャラのみ出現で、こういう形となってます。一応、ビリーとか、芹沢とか、ここら辺復刻してるんですね。自分的に欲しいのはね、誰だろうな。まあ、とりあえずこれは、舞島とかもいいんだよな。で、購入3回目にはサクセス応援福袋 SR1 回券としまして、10キャラ厳選のこちらのキャラのものが出ます。で、このガチャはね、招き猫パワードリンクかなりゲットできるんで、一応自分は引こうかなと思ってます。120連で、サクセス応援ガチャ SR1 回券と SR が2枚確定だ、合計 SR 最低3枚入ると。で、あとは、下道君像、30個。招き猫30個。パワードリンク30個と。かなりね、太っ腹なガチャとなってます。まあ、このガチャは、新規で始められる方も引いてもいいのかな？まあ、バルサ今来てるんで、バルサ引きたいかったら、まあ、バルサ引いた方がいいかもしれませんが、結構お得なガチャとなってます。始めやる方はね、SR 確定ですので、いいのかなと思います。で、まあ、これはまた、後日動画にしようかな。はい。まあ、いつか引きます。11月27日までですので、皆さんこの期間中に引いていきましょう。そして、これですね。バルサコラボガチャ。これがね、いいんすよね。2枚目 SR 以上は確定。2回目、4回目、6回目。SR 以上確定です。で、2回目は、10枚目普通の
SR 以上確定、4回目6回目でピックアップネビキャラから確定で、8回目にバルセロナの SR 引換券、もらえるそうですね。いやー欲しいなー。で9回目以降 SR と PSR の出現割合2倍、追いたくなるんだよなー、追いたくなっちゃいますね。まあとりあえず、とりあえず近いうちに引いていこうかなと思ってます。でそして購入5回目7回目8回目には引換券のおまけ付き。ほー、5回目、7回目はリアリティ PR の18から19の、いや2018年が2019年の FC バルセロナの PR 引換券がもらえると。で、8回目は SR 確定。この中での確定ってかなり今までのガチャよりか、太っ腹というか、好きなキャラあげますよっていうことですので、欲しいですね。そして3回目。3回目には天才の入部届がついてきます。いやこれやるしかないですね。このガチャも引きたい。いや引きたいガチャいっぱいあるなー。いやー最近課金を抑えてたから、まあこれぐらい奮発してもいいのかな。またこれもガチャ引いていこうかなと思います。そしてそしてそしてまだまだあるんですよね。で安い石が来てます。でFC バルセロナコラボ記念プレゼント&選択式ログインボーナス。まあこれは毎日ね、プレゼントもらいますのでしっかりともらいましょうと。で不具合は置いといて、今後のアップデートの予定としまして、イペキャラボックスの、機能回収、強化用素材のボックス追加、ゲドウ君のボックス追加されるそうですね。これはありがたい。そして2周年にその他の回収も準備中、試合バランスの調整と、期待してる、期待してもいいような内容となっています。で今回11月6日の、メンテナンスで変わったのがユニフォーム変更機能。これありがたいですよね。まあどのようなユニフォームかは後でまた見れるのかな。サクセススタジアムアイテムの売却機能の追加、一部サクセスアイテムの効果を調整、ノーマルガチャの出現イベキャラに現在含まれていない一部のイベキャラを追加、ノーマルガチャ、ミキサーガチャ、チケットガチャから出現するイベキャラが確認できるようになる。で、非常設イベキャラの各ガチャからの、あ、これも結構前から出てたやつだな、多分。上限アップした?上限アップした?してないよな。したっけ?してない。ボックスしてない。これ結構前の情報かもしれません。ごめんなさい。で、一応それは置いといて、あとはゲドウタイム、パワフルスタジアムが出ますので、皆さんこの時間帯ね、この時間帯にやれば、ゲドウ君必ず ゲットすることができます。なので、まあ、餌に困ってる方は、この時間帯頑張って試合やりましょうって感じですね。はい。あとは、ステップアップビンゴチャレンジということで、どんどんね、いいものがもらえてきます。SR 確率のガチャ券、30% のガチャ券、SR ガチャ券、パワースター30個と、もらえますので、しっかりとね、こちら、ビンゴやっていきましょうという形になっております。あと、リュウグウイン高校のバランス調整。一部開運グッズの出現率を調整しました。一部開運グッズのラッキーアクション、開運効果、効果期間を調整しました。デジタマプラスをカウントゼロにした際に獲得できる報酬の量、経験点、コツを調整しました。まあね、これ、やってみたいと思います。やってみてどのような調整が入ったかどうかはまた見ていきたいと思います。はい、そしてイベキャラスタジアム開幕決定ということで、またイベキャラスタジアム来るそうです。11月8日の、木曜日から、11月11日の日曜日までなっております。まあ期間的には3日と10時間、合計82時間の勝負ですね。まあね、どうなんだろうな、走ろうかな、バルサ来てるしね、走るのはありなのかもしれません。で一応これはまた始まったら自分デッキチームとかを公開して、どのようなチーム組んだ方がいいよっていうのは説明させていただこうかなと思ってます。で11月8日、木曜日ですね、オフェンスメンタル、オフェンスのキャラね、結構使えるキャラ多いんで、ここで、オフェンスが使われるのはちょっと残念かなとは思います。まああとはまあいつも通りの感じなんで、また始まったらこちら説明させていただこうかなと思います。まあそんなとこっすかね。
全力試合がこうあって、うん、そんな感じです。はい。で、まあ、報酬もあれだもんね。まあ、やりましょう。そして、挑戦 FC バルセロナということで、サクセスの時に、全国大会終了後にバルセロナと戦う感じになります。まあ、前来た時は、確か経験点20ずつぐらいもらえたので、普通のサクセスより強いキャラ作れるようになります。この期間ね。経験点その分もらえるんで。なので、まあ、これはありがたいイベントです。そして、バルサエンブレム。これをね、飾っていくとプレゼントもらっていきます。10個ごとにもらえます。前もあったんですけども、こんな感じのメッシ、スワレス、ラキティッチ、コウチーニョ、ウンティティ、デゲドー君各種、デビルドール、大丈夫の金メス、調子マックスドリンク、招き猫、鉄ゲタ、ストアメダル、チャリンが手に入ります。まあこれはサクセスの、ついでにもらうという形なんですけども、200個集めると、厳選 SR イベキャラ、引き換え券2をもらえます。まあ、これの選択可能イベキャラ、こちらとなってます。うん。またこれはね、どのキャラがいいのかなっていうのは説明させていただこうかなと思っております。はい、まあ本日はそれぐらいですかね。はい、まあバルサ来たということでかなり熱いものが来ました。皆さんもこの機会にね、パワサが始められてみてはいかがでしょうか。はい、では本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。これからもバルサが頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビタでした。さよならー。